MNCF の礼拝では今3月とそれから5月にかけてヨハネの福音書からのメッセージを予定しています。今日はヨハネの福音書の第2回目なんですけれども、先週私たちはヨハネの福音書の第1章の中からイエス・キリストは神の言葉であり、また神の命であり、神の光であったと。でこの方はまさに神様から使わされて、神様を明かしするためにその言葉を語り、その命を提供し、光を届けるという役割があったということを話しました。しかもこのお方は人として来てくださって、そのお方の言葉を見ても行いを見ても常に恵みと誠に満ちておられたということについて考えました。今日は第2章の中からの話なんですけれども、2章の1節からこんな物語が書かれています。ヨハネの福音書の第2章1節から、それから3日目にガリラのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上です。その当時のイスラエルにおける結婚式というのは比較的長かったと言われています。およそ1週間ぐらい宴会が続いたと言われており、そしておそらくその知り合いであれば誰でもそこに行って、まあ、ワインを飲むことができ、料理を食べることができたと言われています。非常にこうおおらかな結婚式だったようです。しかしこの2章の中にある出来事というのは、まさにその結婚式の中であってはならないこととして、事件が起こりました。それはどういう事件かというと、ブドウ酒が足りなくなったという事件です。新改訳聖書ですとブドウ酒がなくなった時となっていますけれども、新共同訳聖書ではブドウ酒が足りなくなった時というふうに書かれています。まあどんな事情があったか分かりませんけれども、とにかくブドウ酒がなくなってしまった。これは本来結婚式においてのおけるその当時のブドウ酒というのはやっぱり必需品ですから、なくなるというのはやっぱりそれは新郎の家にとっても新婦の家にとってもそれはみっともないことであり、あってはならないことだったと思います。まあ人生の中では、なんでこんな時に、こんな大事な時にこんな大事なものがないのだろうと思うようなことって起こりますね。そういう意味ではブドウ酒が足りなくなる、ブドウ酒がなくなる、しかも結婚式の真っ最中にという、この出来事は私たちの人生の中でのさまざまな出来事とも重ねて考えることができることだろうと思います。なんでこんな風になっちゃうんだろうと思うことがあるわけですね。さてこの結婚式にはイエス様も、それからイエス様のお母さんも、弟子たちも招かれていました。そしてこの物語を読むと、ブドウ酒が足りなくなった、ブドウ酒がなくなったということが起こった時、イエス様のお母さんがイエス様に向かってこう言うのです。ブドウ酒がありません。まあ単刀直入ですね。まあいわばブドウ酒が足りなくなってしまいました、ブドウ酒がなくなってしまいましたという意味です。おそらくイエス様のお母様とこの結婚式をしているこの人たちとの関係は非常に深かったと思いますね。だからこそきっと、新郎のお母さんが誰かが耳打ちして、ちょっと困ってんのよということで、マリアに話をしたのかもしれません。
まあ事情はよくわかりませんが、いずれにしてもブドウ酒がなくなったということがイエス様の耳に入る。非常に興味深いのはその時のイエス様の答えですけれども、日本語でこのまま読むとなんだこれはと思うような言葉になっています。ブドウ酒がありませんとお母さんがイエス様に、まあ、語る。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていませんと答えるんですね。これ普通に日本語として読んでいると、なんか無礼千万だなこの男という感じがしますね。あなたは私と何の関係があるんでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。まあこれあのおそらく文化的な背景を知る必要があると思いますけれども、イスラエルにおける状況で考えると、このイエス・キリストの語ったお母さんに語った言葉は決して無礼でもなく失礼でもなく尊敬を表した言葉だというふうに理解されています。まあ、女の方というのがありますけれども、あのこれもお母さんに対する、丁寧な言葉、丁寧な呼びかけとも理解されています。でイエス様は何を言ったかというと、あなたは私と何の関係があるんでしょう、私の時はまだ来ていませんと言ったわけですね。あなたは私と何の関係があるんでしょう、そう親子の関係ですよね。親子の関係ではありますけれども、イエス様はここでマリアに対して、まあ、いわば忠告というか、あるいはマリアに対して一つのことを教えておられます。それは何かというと、イエス・キリストはいろんなことをし、いろんな祝福をもたらそうとしているけれども、それはあなたがお母さんだから、子供のイエスに向かって語って、お母さん、あなたはお母さんだからイエス様が言うことを聞くということではないですよという、それが一つ。あなたは私と何の関係があるんでしょう。イエス・キリストが来たのは父なる神の御心を実行するためでした。極端なことを言えば、イエス・キリストに命令することができたのは父なる神様だけなのです。イエス・キリストがやってきて本当に人々の祝福のために来たわけですけれども、イエス様の心の中にあったのは父なる神がさせようとする事柄を実行する。ですからお母さんの心は分かるし、お母さんの願いも分かるけれども、何でもかんでもお母さんだからと言ってしゃしゃり出てイエス・キリストを顎で使うということはありえないという、まあそんな意味合いでしょうね。あなたは私と何の関係があるんでしょう。私はもちろん、あなたは私の母ですけれども、私が本当に大切にしている関係は父なる神との関係であり、その方の命令を実行することに他ならない。そしてイエス様は後半の部分で、私の時はまだ来ていませんと語りました。私の時はまだ来ていないという、これはとても大事な宣言です。というのもイエス・キリストはまさにこの地上にある時のためにやってきた。その時というのは十字架にかけられて全ての人の罪の裁きを受けるという、その時のためにイエス・キリストはやってきた。でその時に向かってイエス・キリストは淡々と足を向けているわけですね、進めているわけです。ですから私の使命、最高の使命を果たすべき時はまだ来ていません。ここであることからは実行しますけれども、これは私の最終目的としていることではありませんというような意味合いですね。そうじゃないとですね、例えばこれ結論から言いますと、水がブドウ酒に変わるわけですけれども、水がブドウ酒に変わったのをみんながこうもう褒め添えしてですよ、この人は特別の人だから、これ王様にしようってわーって騒いでしまったら、イエス・キリストはご自分がやってきた目的を達成することができなくなる可能性がある。だからこそイエス様はマリアに向かって、私の時は、私が本当にしなければいけないことはここでこの結婚式を助けるということではないんですよと、私は大事な使命がこの先あるんですよということをマリアに告げているんですね。しかしマリアはイエス・キリストはだからといって、そのことを十分理解した上で、そうイエス・キリストがやってきたのは父なる神様の御旨を実行するため、そうイエス・キリストがやってきたのは十字架にかかって私たちの罪を贖うためにもかかわらず、マリアはこのお方は神の恵みと誠をもって本当に困っている私たちに対して助けてくださらないはずはないということを確信しています。というのはマリアのこの言葉がある、続くんですね。母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいということ。一章の中で初めに言葉があったという
メッセージがありました。ロゴス、神と共にあり神であった、そしてこの言葉によって全てのものは作られたという、表現がありました。マリアはイエスが語る言葉の中には神の恵みがあり、イエスが語る言葉の中には神が人を生かすという時に用いる、そういうダイナミックなエネルギーといいますか、そういうものがあるということを固く信じてたんですね。イエスの言葉には意味があり、イエスの言葉には命があり、イエスの言葉には希望があるということをきっと彼女はどこかで、一体イエスは何をしてくださるか分からなかったにしても信じてたんですよね。だからあの方が言われること、このお方の言葉を丁寧に聞いて、このお方の言葉通りにやりなさいとしもべたちに言うんです。まあ、マリアの信仰と言ってもいいでしょう。マリアのイエス・キリストに対する信仰。そして不思議なことに、ちょっとここにですね、挿入文があるんですね。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあったということがふっとこう入っている。聖書学者の方々はまあいろいろね、想像もたくましくして研究を一生懸命やって、いろんな説を書いてくださるわけですけれども、ヨハネの福音書の中にはその当時の宗教、まあ、特にその伝統に縛られた戒律主義といいますか、立法主義というか、そういうふうなものの虚しさとか、そういうふうなものの力なさとか、そしてイエス・キリストはそれら一つ一つのものを覆していって新しい命をもたらすという、そういう働きを書いている。つまりヨハネの福音書は立法主義的な生き方、戒律中心の恵みではなく、行いによって救われるというような教えに対して非常に厳しく糾弾するかのような文章がところどころに載っていると学者は言うんです。で、この挿入文ですね、さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあったという、この言葉の中にもそういう批判めいた内容が込められていると言われます。一つには水瓶が6つ置いてあったという言葉です。わざわざ6つという6という数字を出したのは、それが不完全なものとしての意味をとても強く表現しています。そしてユダヤ人の清めのしきたりによってという言葉がありますけれども、当時のユダヤ人たちはとにかく食事の前とかいろんな時によく手を洗うということを本当に一生懸命やったんですね。で、洗い方にも水の使い方にも、あるいは手を洗う順番も決められていました。で、それを洗うことで神は喜ぶのだ、そしてそれを洗うことで私は清められるのだというような、そんなイメージがあって、それをとにかく丁寧に丁寧にやったわけですね。でも現実的には手を洗っても手を洗っても心が清くなったという実感がない。手を洗っても手を洗っても神がこれによって本当に喜んでくださっているんだという実感がない。そういう意味では宗教的に乾いた、宗教的に本当に充実した神ご自身の命、神ご自身の光、神ご自身の何て言いますか、こう慈しみというか、そういうようなものを本当に求めていたということが表明されている文章と理解できる。で、イエス様はこの清めのしきたりによってもう無用の長物ではないかと言われるような、ただただ形式的にだけ置いてあって形式的に使われるという、それをお持ちになって、イエスは彼らに言われた、水瓶に水を満たしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。そこに水を入れた。本来ならそれは水のまま汲み出されて手を洗うということのために用いられたものです。清めということのために用いられた。ところがどのくらい時間があったか書いてありませんけれども、とにかく縁まで水をいっぱいするだけだって相当時間がかかったと思いますけれども、その水がいっぱいになった後で、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持っていきなさいとイエス様はお命じになり、しもべがそれを汲んでジャーに入れて、そして宴会の世話役のところに持っていく。で、宴会の世話役はこう言うんですね。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。つまり今まで宴会で飲んでいたどんなブドウ酒よりもはるかに味の良いものがそこに提供された。
いくつかのことが考えられます。メッセージとして、形だけの清めの水、心を乱すことはない、心を清めることのない清めの水、イエス・キリストはそれを汲み上げてワインにする、ね、ブドウ酒にするという表現ですけれども、実はブドウ酒というのは多くの場合、特に聖書の中では、そして最後の晩餐などでもそうですけれども、イエス・キリストの十字架の血潮を象徴しています。つまり水で洗っても洗ってもきれいにならないけれど、心は潤わないけれども、キリストの十字架の血潮によって、それを飲むことによって心は潤うのだ、心は清められるのだというメッセージが一つ。もう一つは、神は人々が婚礼で喜ぶことを、人々が本当に愛し合う、支え合う、そういうコミュニティとして喜ぶことを、神は決して否定しておられないということです。一般民衆の名前もないね、本当に名前も書かれていないわけですけれども、名前もない若者同士の結婚、あるいはそこに集まる名前もない一般民衆の人たちのその家族の集まり、神はそこにブドウ酒がないままでこう過ごすということを喜んでおられない。神はそういう中にも喜びのブドウ酒を提供しようとしておられる。あなたの名前が有名であっても無名であっても、あなたが誰かと愛し合い、あなたが誰かと本当に祝福を分かち合う、そのことを神は喜んでおられるのだというメッセージにもつながります。そしてイエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表されたとあります。ここではイエスはこのことを最初の印という表現が使われていて、最初の奇跡とは書いてないですね。最初の印、これサインですね。最初のサイン、何のサインかというと、神は生きておられて、イエス・キリストを通して命を与える言葉を語り、イエス・キリストを通して恵みと憐れみを彼らに味わわせ、確かにイエス・キリストを通して恵みあふれる父なる神はおられるという証として、この出来事が起こったのだ。それが印ですね。ですから私たちはこの出来事を読みながら、そうか、イエス・キリストが来て、そしてこれは本来ね、一番最終的な大事の仕事ではないけれども、でもわざわざここで時間を割いて、この2人を中心にしたこの結婚パーティーを祝福するという出来事は神の心だったのだなと。そして清めても清めても、あるいは洗っても洗っても自分の心に潤いをもたらさない、そういうものをイエス・キリストはお持ちになって、それをブドウ酒に変えて、イエス・キリストのご自分の血潮によって許されるということを象徴なさったのだな。しかも今まで味わったことのない喜びを心の内側にもたらす、そういう力のある十字架の血、もしくはブドウ酒なのだなということが、こういう短いメッセージの中に隠されているんですね。一番最初の話に戻ります。私たちは人生の中で、なんでこんな大切な時にこんなことが起こるんだろうというつまずきを経験することがあります。大事な試験の前にインフルエンザになってしまう、なんでと思う。時々私は結婚式の知識をさせてもらいますけれども、若い2人と相談をして、時々若い2人が、関根先生、結婚式の時には一番注意しなければいけないのは何ですかってこう聞かれることがありますけれども、私は大抵その時には、まず一つは風邪をひかないことと、もう一つは結婚指輪を忘れないことというのを言います。どっちも大変でも、そういうことが起こり得るわけですね。で、そういうことが起こった時、人生の中にはね、やっぱりね、こう予測不能というか、こんなことあるわけないじゃないと思いたくなるようなことが起こるんですね。その時にイエス・キリストの言葉を思い出すという作業はとても大事です。イエス・キリストの言葉を思い出して、イエス・キリストが来ておられる、いてくださるということを確信することはとても大事なことです。でそれができないと、どうしても私たちは自分を責め、人を責め、環境を呪い、
もうまるでいいことなんか何にもないように考えてしまう癖があるんですよ。でも私たちはそういう出来事の中で、でもイエス・キリストがいてくださるとすれば何かしら希望があるに違いないと、そこに踏みとどまることができる。イエス・キリストはそういう状況の中で私たちの足りなさを指摘することもあるでしょう。イエス・キリストはそういう中で自分が本当のところ何を土台にして準備してきたのかということについて気づかせてくださることがあるでしょう。そして多くの場合、こういう出来事の中でイエス・キリストはまさに共におられる救い主であり、大変なことを通ったけれども、でもそれを通して神の恵みが分かりましたと言えるようなことを私たちにそれこそ印として味わわせてくださることも少なくないんです。嫌なことが起こるというのは誰にとっても嫌なことですから嬉しいはずはないのですけれども、でも人生の中にはそういうことはたくさん起こる。でその都度その都度、このヨハネの福音書の2章の出来事を思い出しながら、ブドウ酒がなくなってしまったな、なんか心を潤すものがなくなってしまったなと思った時、イエス・キリストの言葉を思い出して、イエス・キリストの約束を思い出して、イエス・キリストの十字架の死を思い出して、それによって心を潤される。そうだ、やってもやっても当てにならない水ではなくキリストの十字架なんだなと、それを思い出して心の中に礼拝の心を育てていく。そういうことが継続されるとすれば、このイエス・キリストの最初の印は私たちにとってとても意義深いものになるのです。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤの彼で行い、ご自分の栄光を表された。つまりご自分がまさにこのために来た、この出来事を通して神様の栄光を表す、この出来事を通して神様の心を見せる。それで弟子たちはイエスを信じたとあるんですね。こういう印を見て初めて弟子たちは、あ、イエス様が言ってることは本当だとか、あ、イエス様を通して神様の御業が表されるんだということを彼らは認めるようになった。礼拝の中でそういう出来事が毎週毎週もたらされているんだと私は信じています。あなたが御言葉と触れる中でこういう出来事は毎回毎回起こっているんだと思います。願くばどうぞ、そうか、婚礼で葡萄酒がなくなるということを神は喜んでおられない、清めの水で何十回あっても清められない、そのままそれをずっとそのまま継続していることを神は喜ばれない、そんなことを思い出しながら、イエス様どうぞあなたの御言葉をください、イエス様どうぞあなたの血潮で私を清め、私の内側に神を喜ぶ心をお与えください、そういう思いが育ったらと思うのです。一言になりましょう。恵み深い天の父なる神様、願うかどうぞ日常的な生活の中でこのガリラの彼で起こった事柄を思い出し、イエス・キリストを歓迎し、その御言葉を求め、また同時にいつもやってるからというしきたりに従うというよりも、むしろイエス様のダイナミックなその十字架の死を受け取れるように、そして心の中にあなたに対する本当に感謝の思いでいっぱいになるような、心が潤されるような、そういう経験を日々増し加えさせてくださるようにお願いします。青い願くは私たちの愛する救い主御子イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊なる神の親しい交わりとが私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。